巨人が阪神に勝てなくなった理由、ついに判明する。巨人は25日の阪神戦にエース戸郷を投入したものの1対8で大敗。今季の対戦成績は4勝13敗1分けとなり、3年連続で阪神戦の負け越しが決定した。8月10日には東京ドームで阪神に3盾を食らい、ゲーム差は今季最大の11に広がった。事実上の終戦記念日だった。かつて巨人にとって虎は、しかもだった2008年から20年まで13年間も負け越しがなかったのだ。こんなに一方的になってしまったのはなぜか、去る巨人 OB がこう言った。今季は戸郷が先発した4試合しか勝っていない。現在9勝と成長した山崎伊織にしても、4月に3回途中8失点と大炎上して以来、阪神戦の登板は回避している。25日の試合前まで巨人の阪神戦防御率は 4.09、 阪神の巨人戦防御率は 2.38、 投手力の差がはっきり出ている。阪神は巨人から61四球、巨人は阪神から39四球、巨人の投手陣は阪神の2倍近く四球を出して、これがことごとく得点につなげられている。投手のコントロールの差と打者の選球眼の違いも大きい。全体で見ても巨人は9月3日現在でリーグ2番目に多い353四球を与えているが、対する首位の阪神はリーグ最少の269四球。フォアボールの重要性がわかる両チームのデータだ。やっぱ四球が大事なんだよな。確かに今季は粘られて粘られて四球になるパターンは多いかもしれやんな。岡田監督の普通にやればいい、その言葉を阪神の選手たちが理解するようになって強くなってきた。例えばボール球に手を出さない、1、2番のフォアボールが多くなったのも普通のことと岡田監督は言っている。普通って本当は奥深い言葉だと思う。記事の通り、これだけ歴然とした差がついたのは投手力の差であり、突き詰めると巨人の投手陣の制球力不足に行き着く。後先考えずに現場が好き勝手やった結果の反動、タイガースとはすごく差がついた。投手はコントロールは落ちてるし、野手は確率低い攻撃とチャンスに弱すぎる。阪神が着々とドラフト指名選手を一軍レギュラーとして育成してきた努力と比べて、未だに FA で他チームの主力を引き抜いてその場しのぎの補強を繰り返してきたチームとの差がはっきりと出ている。今の巨人と阪神に勝てるような気もしないけど、このままではダメだね。本当に強いところを見せないと。もう FA で有力選手など取れないから、来季は優勝できなくてもとにかくファームの若手をどんどん使うべき。原監督にそれができるか。